はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、強くなりたい方、必見ということで、えー、初心者企画、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、えー、1から100までね、解説ということで、講座やってるわけですが、今日は第17件目、やっていきたいと思います。本日は何について取り上げるかというと、えー、今回、周年が始まりましてですね、なんと、バモ配布がね、1200バも最大でもらえますと。毎日ちゃんと、 あの、チャレンジャーマッチしないともらえないんですけど、まあ、ちゃんと毎日あればね、しっかりともらえるということで、えー、この1200バモの使い道について今日はね、講座やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、バモといえばね、いろんな使い道があります。まあ、当然、えー、イベントに使ったりとか、まあ、ガチャに使ったりとか、まあ、その他もろもろね、まあ、いろいろあったりするわけですけど、まあ、どこに何に使えばいいのかとか、まあ、どう使ったらいいのかとか、 まあ、例えば今着ている福袋を引くべきなのかとか、まあいろんなね、まあこのもらってすぐ使うべきかとか、ね、もらって貯めておくメリットはあるのかとか、まあ別にここだけじゃなくてね、今いろいろ、まあね、バムも,もらえるタイミングというのはね、おそらく周年期間に結構来ると思うんですよね。うん。ってなってきたときにどうするのかなというところで、今日はね、しっかりと、ええー、まあ皆さんをね、強く導けるように、えー、しっかりと話をね、この先のお話も含めてね、 まやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、まぁ、あ、今回何の、何のことを言ってるかというとね、一応まあ説明をしとくと、まあ、キャンペーンの一環としてね、えー、っと、まぁ、あ、今日皆さんもらいましたかね、早速ね、えー、プレゼントマッチということで、えー、これ14日からね、メンテナンス開けてからずっと行われてるので、まぁ、あ、この動画が上がるのがおそらく、 いつになるかなまあ、15だったら、まあ、今日で2日目、16だったら3日目っていうところになりますが、すでに25、25か25、25、25ということで、50か75ね、すでにもらえてるんじゃないかなと思います。で、これの1200馬も、まあ、めちゃくちゃ大事ですよね。うん、J クラって、まあ、そもそも終年は、まあ、去年とかだと多分400馬もぐらいだったんじゃないかなと思うんですよ。 それが今年は1200もらえるということで、すごく太っ腹になったわけなんで、まあこれを機にね、バモ配イフいうのはもしかしたらちょっと増えていくのかなとか、まあ年々そのなんていうかな、まあね、アプリサービスの年数が伸びていくごとにだいたいこういうのって配りやすく、配り出していくんですけど、まあそういうスイッチがまあ J クラにも入ったのかなと思われるんですけど、まあただね、いかんせん J クラって結構ガチャがきついのでとかね、まあそれなりにバモってやっぱ貯めないと効果を発揮しない使い方だったりとか、 まあそのしっかりとそのどこに落とし込んでいくかというところによって、まあ、これはね、当然、ね、あの強さにも直結してくるし、まあ、効率とかにも全然変わっていきますよということなんですね。うんまあ、もっと言えばですね僕が使い、僕の使い方と今から強くなろうとしている人の使い方って違ったりするんですよ。だからどこに重きを置いていいかとか、まあ、何をそもそも大事にやっていきたいのか。例えば目標とかもその人によって違ったりとかしてて 例えば僕は結局強くなって何をしたいんだとかいう明確な目標が例えばアマテラスサイン出るまで頑張りたいんだとかね。うん。まあ例えばクラチャンで頑張りたいとか。まあ別になんかその楽しめればいいや。自分のじ、なんていうかな、応援してるクラブの選手をより集めたいとかね。まあいろんな楽しみ方が J クラにはあって、その楽しみ方とかでまあ変わっていくものもあったりとかするので、結構ね、いろんなそのパターンに応じて使い方の良さっていうのは、 ま、どこを優先していくかというのは当然変わってくるんですね。うん。で、今日はね、まあ、要はそういう話をいろいろ細かくやっていこうよっていう企画ですね。はい。まあ、だからどれかに当てはまる人が多いんじゃないかなと思うので、その人の参考になればなというところで、まあ、いずれにしても目標としてはこれから J クラーをやっていくにつれて、まあ、どういう使い方をしたらいいのかというところですね。まあ、ここが大まかなポイントだと思ってください。 はい。ということで、じゃあ、まずね、まあ、単純にアマテラス祭とかを目指したいなという人ね、に向けてのアドバイスとしたら、これはね、まあ、当然、まあ、その強くなり方っていうのもいろいろ、いろいろあって、まあ、僕がよく言ってる下積みっていうのは、まあ、イベントをね、まあ、通じて、まあ、ガチャ券とかね、あの、グロリーとかをいっぱいゲットして、それで、まあ、より多くね、まあ、なんていうかな、受け皿を広くしていく。 まあその、なんていうかな、下積み段階、ユーザーレベルをしっかり上げるとかね。うん。まあそういう、なんていうかな、まあその、J クラをやっていく上で、土台をしっかり作っていくというのが目的であって、まあこれはでも結局、まあその、どうやろうが、さっき言った通り何を大事にしようが結局大事になってくるので、ここはね、大まかにすごく大事なことなんですね。うん。で、これをないがしろにしてね、例えば強くなっていったとしても、結局行き詰まる可能性というのは結構高いんですよね、どうしてもね。 となると、まあ、この1200バモっていうのを、まあ、イベントにまず使うっていうのはすごく効率的に良くて、で、今5周年というのがね、始まってますので、まあ、例えば今、あいってる、まあ、エンブレムゲッターかなとかは結構ガチャ券も落ちるし、まあ、コインも結構バックがあるので、まあ、そのコインを回復役に変えたりすると、まあ、よりイベントがまたできやすくなったりとかね、するので、結構やり込むメリットっていうのはあったりするんですね。 だからまあこういうイベントを通して、まあ日頃、なんていうかな、例えば累計までやる人と累計以上やる人の差っていうのは、その、まあ言ったらアイテムってそのポイントによってはもうもらえないんだけど、ただドロップアイテムとかで差がついてきたりするので、これが積み重なっていくと、まあなんていうかな、出来というか質というかう、まあ当然ガチャ券引く枚数とかもね、まあグローリー券引く枚数とかも増えてきますし、まあ当然コインとかも多く手に入るので、コインを使ってまあ回復や交換とかしたりすると、 まあ、よりユーザーレベルとかも上がってね。まあ、上えー、GP 上限とかも上がってね。まあ、自分が強くなってた時に有利になったりするので、まあ、いろんなメリットがあるので、当然、まあ、イベントで落とし込むのもいいと思うんですけど、まあ、それはね、ここまでね、すごく言ってきたので、もう伝わってるんじゃないかなと思うんですよ。はい。で、今日はですね、どっちかというと、ガチャ寄りの話とかをちょっとしていこうかなと思ってまして、まあ、要はですね、この、周年期間っていうのは、あの、福袋ガチャっていうのが来るんですよ。で、ガチャ解説とかも、まあ、ちょっとやったんですけど、実際、まあ、 その初心者目線での解説というのは、またちょっと話が変わってきたりとかしてて、あれは大まかな意見なんですけど、例えば、その今回で言うと1200馬もぐらいもらえたとして、まあ、福袋ガチャっておそらく、去年3回来たので、この大黒選手がピックアップされてるやつが1回目としたら、多分6月の下旬に2回目、で7月の中旬、まあ12日に更新が来るので、12日に3回目が多分来ると思います。はい。 でそういうスケジュールになってるので、まあ、どこかでね、まあ、引ければいいかなと、毎回、まあ、こういった似たようなね、感じのピックアップが来るんですけど、じゃあ、まあ、その結局、この福袋ガチャって、まあ、強くなるために引くべきなのというところなんですよね。うん。これ、例えば、毎回ね、まあ、フォーカスプレイヤー第2弾が確定してますとか、まあ、その限定が毎回確定してて、かつ、福袋ガチャの特徴というのは、そのスロット強化ソックス台っていうのが、1000スロット強化のね、ソックスがついてくるんですよ。 でこれはめちゃくちゃ大事で、まあ、このソックスの話とかもね、まあ、これまでいろいろ授業でねしてきたわけなんですけど、まあ、当然あの選手を最後に強くする手段として必要なものなんですよね、うんで。これはね、すごく大事なこととして、この最後に強くするっていうのがすごく大事なんですよ。まあ、使い方の話とかでも言ったんですけど、センスとかがある程度固まってきた選手に対してドバッと使ってほしいという話をしたんですけど、ということは、そのまずセンスをつけたりとかをしないといけないんだよね。 うん、でその作業がまだ終わってない人からすると、このソックスって別に今はいらないんだよね。まあ、ただ後々役に立つことあるので、残しとくっていうのは全然ありなんですけど、ということは今引くべきなのかっていうと、今別にソックスはいらないよっていう人は結構いるんじゃないかなと思うんですよ。でソックスで強くしないといけないって、まあ、言ったらドーピング剤みたいなもんであって、そのドーピング剤を使うまでもない選手にドーピングしても、強くは多少なるんだけど、まあそのね、 もともと非力だからそんなに強くならないじゃないですか、ドーピングしてもね。うん、という話なんですよ。だから、ちゃんともうガチガチのムキムキになったやつに、ドーピングさえを使ってさらにこの効果を爆上げしていくみたいな、もう化け物を作っていくぞみたいなイメージでソックスで使うので、まあだからこそ最終的な手段なんですよね、これね。だから、まあ逆に言ったらこれソックス入れないと絶対勝てないかってそういうわけじゃなくて、あくまでセンスとかをしっかり入れた上でソックスを使うという手段なので、 ま,あまだそこまで行ってない人からしたら別にソックスって今引かなくてもいいんだよね。だから今ここになんい、何て言うかな、場も咲くよりも、もっと咲くところがあるんじゃないかなと考えると、イベントに咲いたりだとか、例えば今ですね、ちょうど来てるんですけど、さっき言ったりあり、あのいろんな楽しみ方があって、あとは、ジクラブを結構大事にしたいと。自分のチームの選手を大事にしたい。自分のチームをより集めたいと思うんだったら、今ちょうどね、投票が来てるんですけど、 これみんなで選ぶ2024シーズンの主役は誰だという投票が来てるんですけど、これ投票限定と言われるやつで、まあ、エクスペという、ね、名前が付いてるんです。エクスペクテッドプレイヤーというんですけどで、これがどういったものかというと、普通 J クラのガチャとか、まあ、普通に限定とかって確定天井とかないじゃないですか。もう引き切りとかもないしね、ほぼね。でもこのエクスペっていうのは5回引けば確実にその自分のクラブの選ばれた選手が引けますよっていう特殊な限定ではあるんですよ。まあ、その代わりグレードは抑えられてるけどね、88ぐらいでね。 ただ、グレード88ぐらいで抑えられてても、クラブリンクとかしっかりと活かしたりとか、キラーとかね、まあセンスとかをしっかりつければ、全然強さ発揮できる可能性もあるんですよ。うん。ということで、まあこういったところに残しとくとかね。うん。まあバモの使い道、これ1250で実質引けるんで、この1200バモ全部こっちに持っていこう,でこうよ、来ようと思えば、 まあ全然ここにも使い道があると思うので、まあこういうところで使っていくとかね。うん。まあ自クラブを結構大事にとか、ジクラブ縛りまでいかないにしても結構自分のクラブを大事にしたいとか、まあ僕も最近ちょっとね、アビスパに力入れていこうかなと思ってるので、エクスペア今年は引こうかなと思ってるんですけど、まあそういった人からすると、まあこういうところに回したりとかね。まあちょっと後の話にはなりますけどね。おそらくまあ9月とかぐらいになるんじゃないかな。9月、10月とかかな。もしかしたら10月の頭とかぐらいかもしれませんけどね。 シーズン更新が大体10月の末にあるので、その、まあ、手前なんで多分10月の前半とかになるんかな <laughs> もし早かったら9月中とかにワンチャンスあるかもしれないですけど、まあそこら辺なんでもうちょっと先の話なんですけど、まあこういったところに貯めておいたりとか、まあするっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあだから結局強くなるにしても、今ソックスが必要なのかというのは、まあ例えば今の福袋,福袋ガチャにしても、 まあ大事だし、結局その J クラってカードの強さで当然まあスキルとかというのはどうしても変えられないので、それはそれで当然ね、あの強さの何て言うかな、まあベクトルにはなってくるんですけど、結局そのいいスキルを持っててもやっぱり能力値とかをしっかりとグッと上げないと、まあ最終的に例えばアマテラスハイとか目指すんだったらそ、それ、それこそそういう高みを目指すんだったら余計にそういう質というのは絶対問われるので、 まあ、いくら今のうちにいい選手引いても、結局質がついてこないと、アマテラスタに出れたとしても、いい成績残すとかまでいかないんだよね。うん。で、結局その壁にぶち当たってる間に、強いカードとかがまたバンバン出たりとかして、じゃあその選手にソックス入れたんだけど、結局じゃあ次の選手にまたソックス入れないといけないねってなった時に、 まあ結局ねまたそのソックスも必要になるし、まあ、当然センス厳選もねその強いカード当てるたびにどんどんやんないといけないしとなると何、まあ、て言うかなその旬のカードっていうのは結構コロ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 ,コロ変わっていくので、まあ、それに対応むしろできなかったりとか、まあ、それこそソックスの無駄遣いとか、まあ、それこそバムをまあガチャに回すことによって、まあ、そのイベントとかがおろそかになって、まあ、チャンスがやっぱりなかなかねチャンスというかう受け入れ体制がなかなか整わなかったりとかもするので まあ、この1200バモっていうのは結構大きいバモ数なんですよね。なので、これをまあどう使っていくのかというのは、自分の目的に応じて今本当にこのガチャを引くべきなのかとか、今本当にこのイベントをやるべきなのかとか、まあそもそも今バモをここで使っていいのか、それとも貯めておいて後で使うべきなのかとか、でこれはまあ課金無課金とかそういうのでも変わったりするんですけど、特に無課金の人って僕はどっちかというと、使わない方で考えた方がいいです。基本的には。 なんでかっていうと、J クラってオフシーズンに近づけば近づくほど、どんどんいいカードが出てきます。はい。そういうゲームなんですよ。ただその代わり、そのオフシーズンに近づけばいいカードは出るんだけど、まあ能力値も強いカードは出るんだけど、ただシーズンをまたぐっていうのもあるので、シーズンをまたいだときに、その新機能とかによって、新カードの、まあ、ね、新シーズンのカードの方がめちゃくちゃ強いじゃんってなる可能性もあるんですよ。 まあそのリスクは少なくとも背負わないといけないんだけど、まあ、今年みたいにこんな感じだったら、まあ、むしろね、あのー、23から24に打ったときに別にそんなに環境変わってないんで、セレクトスキルがまあ追加されてトリプルスキル出たと言ってもね、カード枚数そんな出てないしね、うん、まだその脅威というのはちょっと感じにくい環境だったりもするので、比較,、まあ、比較的ね、後ろ目で、溜、まあ、める溜めるぐらいの感じで、 まあむしろ使うことは損とまでは言わないんだけどどっちか迷ったらもう使わないみたいなここは絶対に勝負いかないといけないなっていうタイミングじゃないともう使わないよぐらいの感じでいいと思うんですよ。 で、イベントは、まあ、そんなにある程度やっても、まあ、これぐらいのワム数配ってくれたら、まあ、別に回らないということはないので、まあ、これはね、まあ、イベントやってる、イベントメインでやって1年間しっかり下積みするんだとか、まあ、僕もそれをお勧めしてるんですけど、そうやってやる人からすると、まあ、全然ね、まあ、そんなに気にならないと思うんですけど、もうガチャしないんだぐらいの気持ちでね、やってる人もいるだろうしね。で、僕も、まあ、どっちかというとそうやってやってきましたけど、まあ、今の環境と僕がね、当時やってた環境って、まあ、ちょっと違かったりもするし、なんなら今の環境の方が、 そのバモ配布だったりとかね、うん、そういうのも全然環境がいいので、なんならもうちょっとうまくやれるんじゃないかなって考えると、本当にまあガチャとか引かなくても、下手したら1年以内で、まあグラマス一定とかアマテラス祭なんなら出れましたという人が全然いてもおかしくないぐらいの今環境だったりするんでね、うん。ということを考えると、まあそのバモの使い方も別にまあ強くなろうとしても、まあそのガチャを引くことは全てなのかっていうのも考えた方がいいし、 まあ、イベントをね、やるべきなのかっていうところも、まあ、イベントもここをしっかりやるべきなのかっていうのもしっかり考えた方がいいしね。まあ、いずれにしても、まあ、自分が何を大事にしていくかと、何に重きを置くかで、こういうバモ配布の、えー、バモの使い方というのはね、コロコロ変わっていきますので、まあ、ぜひね、皆さんもしっかりと考えて、まあ、特に無課金の人はしっかりと考えて、この1200バモを大事にね、まあ、1200バモプラスアルファだと思うんですけど、まあ、大事に、ぜひこの周年期間にもらったバモをね、まあ、必ずしもここで使う必要があるのかというのはね、考えて、あとあとのことも考えながら、 ぜひね、立ち回っていただければ、まあいいね、J クラライフを過ごせるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。まあ、ただね、僕もこうやっていろいろ言ってますけど、最終的にはね、やっぱ自分のやりたいようにやればいいんでね、うん、そこはまあなんていうかな、僕がこう言ってるから絶対こうするんだっていうのは全然いいんですけど、ただ最終的にその、いやいや、あんまりなんか自分の欲を抑えすぎると、まあ楽しめなくなったりもするんでね、そことのなんていうかな、バランスとかは、 しっかりと保ってやっていくべきなんじゃないかなと、うん、個人的には思いますね。はい。ということで、まあ今回のバモーの使い方に関しては、そのまあ今ソックスが必要なのかとかでね、そういったところで判断して、まあバモハイフのね、その福袋でバモーを使っていくべきなのかとか、まあめちゃくちゃ大事なんでね、うん、まあそういうところとかもしっかり考えて、まあ、今後こういったね、エクスペクテッドプレイヤーとかも来るし、まあジックラブ大事にするんだったら、ジックラブの選手が確実に取れるところをしっかり取っていくとかね。 まあ、そういった立ち回りも大事だし。うん。ということで、まあ、ぜひね、えー、頑張っていただけたらなと思います、まあ。しっかりとね、ぜひね、考えてみてください。では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今夜で失礼します。バイバイ。